誰にでも秘密はある。ただ俺の秘密は人には言えない。これは俺の親父。この人は俺の親父。これも俺の親父。そしてこれが俺の親父。そう、うざいことに俺には親父が4人もいる。それは偶然目撃した出来事だったんだ。お、何の目的でカバンなんて持ってったんだろうな。麻薬とか銃とか。カバン探しに来い。は？ね？頼まれることはよほどでない限り断らないこと。どうかしたんですか？誰か死んでるんだ。裏の仕事くせえな。ダッキングで右アッパー。バラバラだと思っていた事件が俺の頭の中で繋がっちゃったんだ。まさか。俺分かったんだよ。え？変なマルシェルはすぐにお前を撃つ。ユキオ！俺どうなるんですか？助けてくれ、親父！親父が4人もいて息子一人守れなかったんじゃシャレになんねえだろ。明日朝10時半に迎えに行く。待ってろよ。オーファーザー。